糖尿病の原因9割の中高年が脂肪肝を放置。基礎代謝が下がり、痩せにくくなります。血糖値も乱高下し、メンタルが破壊されます。糖尿病リスクが男性は4倍、女性は14倍とも言われます。改善するために、次の5つを食べましょう。まず1つ目は、鶏胸肉。低カロリー低糖質高タンパク質でダイエット中の方や筋力トレーニングをする方におすすめの食材。皮は剥いで食べましょう。二つ目はバナナ。食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。ただし糖質量が多いので食べ過ぎには気をつけましょう。三つ目はキクラゲ。食物繊維が豊富なキノコ類。低カロリーでビタミン E や鉄分、カリウムなどの栄養素も多いです。4つ目はブロッコリー。食物繊維やベータカロテン、ビタミン C などの栄養素が豊富です。5つ目は納豆。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がバランスよく含まれている良質なタンパク質です。本気で痩せたい方はプロフをチェック。